皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日もお題に沿った食べ物を管理栄養士目線でコンビニに行って買っていきたいと思います。それでは今日のテーマお願いします。はーい出ました。200円以内で体臭を防ぐ食べ物、コメント欄にリクエストいただいた内容ですかね。それではですね、コンビニに行って買ってきたいと思います。それでは行ってきます。それでは買ってきました。体臭なんですけれども、原因として考えられるものに一つ汗があるかと思います。汗自体というのは実はあまり匂いがしないらしいんですけれども、汗の中にですね、タンパク質とか脂質の成分が含まれて汗が出てきます。その毛穴によってちょっと違うんですけれども、特に脇とかそういったところから出る汗にはタンパク質脂質が成分が含まれています。それが汗として出てきた時に皮膚の上にいる常在菌ですね、菌と混ざり合って、それで匂いが発生するというふうに言われていますので、体臭を抑える対策としてタンパク質と脂質の成分をあまり出さないようにするということが挙げられるかと思います。ではですね、その観点からですね、食品の方をちょっと紹介したいと思います。まず一つ目は緑茶になります。緑茶に含まれているカテキンですね、こちらはですね、抗酸化作用がありまして、抗酸化作用によってタンパク質や脂質の酸化を抑制することができます。そうすることによって酸化臭を予防することができますので、カテキンの多く含まれている緑茶を選びました。その他にもですね、そういった抗酸化という観点でいけばビタミン E もいいかと思います。では2つ目、梅干しになります。梅干しはですね、アルカリ性食品ということで選びました。アルカリ性食品はですね、乳酸の酸化を抑制してくれます。乳酸の酸化を抑制することによって汗の匂いを防ぐことができますので選びました。ですので、お酢とかもいいかと思います。それでは最後3つ目です。こちらヨーグルトになります。これはですね、腸内環境を整えることで善玉菌を増やして悪玉菌を減らすことによって悪臭成分を抑制することができます。また食物繊維とか乳酸菌とかそういったものを摂ると悪臭成分を便と一緒に体外に排出してくれる、そういうこともできますので、3つ目は腸内環境を整えるという観点でヨーグルトを選びました。ですので、この他ね、食物繊維の豊富なものとかでもいいかと思います。緑茶はペットボトルで売っているもの、100円ぐらいで買えるかと思います。梅干しもですね、いろいろ種類あると思いますけれども、今回は1個100円のものを選びました。高級梅干し。そしてヨーグルトもですね、だいたい100円110円ぐらいで買えるかと思いますので、ぜひお試しいただければと思います。ぜひですね、またコメント欄の方に取り上げてもらいたいテーマを書いていただけましたら、私がそれに沿ってお買い物に行ってきますので、ぜひコメントの方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。